アラブの舞踊は、オリエンタルダンス、中東の踊り、東洋の踊りと呼ばれることもある。アラブ世界のアラブ人の伝統的な民族舞踊で、北アフリカから中東地域にかけて広く親しまれている。この舞踊には多くの異なるスタイルがあり、三つの主要な様式、民族舞踊、古典舞踊、コンテンポラリーダンスが含まれる。またベリーダンスに関連付けられることが多いが、 その他にも多くの伝統的なアラブの踊りのスタイルがあり、その多くが長い歴史を持つ。さらに民族的な舞踊のほか、かつては儀式、エンターテイメントショー、宮廷内で演じられていたものもある。そこにはアラブの歴史の中の長年の伝統である物語の口頭での伝承や鹿の朗読、演奏と舞踊が融合されているアラブの伝統的な舞踊として最も有名なのは、 ベリーダンスとダブケである伝統的な踊りは今もなお在外アラブ人に人気があり世界中の舞踊団やダンスグループ表現力豊かなダンスへの輸出に大成功を収めているすべての踊り手は伝統的な衣装を着てその文化の歴史を具現化し先祖たちの話を伝承しているラクスバラディーで踊る歴史的に踊りは常に アラブ文化の重要な部分である。ラクス・バラディという名の儀式の場が中東及び北アフリカのすべての世代や性別のアラブ人が享受してきている最も古くからの社交的な舞踊の場である。ヨーロッパ人はアラブ世界からの一連の侵略の過程でアラブ文化の影響を受けてきた。さらに1798年のエジプト・シリア戦役以後ヨーロッパ人は アラブ世界に関心を示していた。19世紀半ばになると、アラブの土地、特に、レバント、メソポタミア、エジプトは、東洋と総称されるようになる。19世紀のヨーロッパの画家や作家たちで、中東に魅了され、東洋2となった人々が現れ、最も注目されたのは、ジャン・レオン・ジェローム、ウジェーヌ・ドラ・クロワ、ドミニク・アングルであった。この東方への関心において、 男性の娯楽のために行われる誘惑のダンスが一般的に人気がある踊りであるかのように誤解を招いてきた。実際、伝統的に男女を分離する文化の中で中東の女性たちは通常、両親や友人の女性たちの仲間内でしか踊らない。時にはプロの踊り手や演奏家が女性たちの集会に招待されることもある。今日では男女の分離は 都市の多くの地域では厳密には行われておらず、男性と女性の両方が家族や地域社会の行事で社交的に踊ることもある。米国には1983年のシカゴ、バンコ博覧会でアラブの踊りが行われ、ザ・ストリーツオブ・カイロと銘打った展示も含まれていた。展示にはシリアやアルジェリアも含む中東や北アフリカの複数のアラブの国々からの踊り手が、 参加していた。ベリーダンスという言葉は、ソルブルームなる工業主によって広められたが、アルジェリアではフランス語で、ドンスジュベントレと名付けられている。ソルブルームは、以下のようにも述べている、一般的な訳語として、ベリーダンスという言葉が浸透するにつれ、人々はきっとみだらで、不道徳なものに違いない、と喜んで結論付けた。これにより私は金脈を手にした。アラブ人には、 アラブ音楽とアラブの舞踊があり、彼らのアラブ人としてのアイデンティティの形成に組みしている。アラブ世界は広大であり、多くの様式のアラブの伝統的な踊りがある。アラブ世界には大きく分けて、4種類の伝統的なダンスがある。古典舞踊民族舞踊大衆人気のある踊り神聖な宗教的な踊り古典舞踊は古代から受け継がれてきた踊りで、 過去も現在も継続して進化を続けている。ベリーダンス代表的なアラブの踊りであるベリーダンス、アラビア語は表現力が豊かな踊りで胴体の複雑な動きを強調している。ベリーダンスが知られている国々では多くの若い少年少女たちが踊りを習得しようとしたがる。この踊りでは体のたくさんの部位を個々に 通常は回転するように動かしている。女性も男性もベリーダンスを踊ることができる。シャマダンシャマダンシャマダンは言葉としては、食材を指し、踊り手の頭の上で大きな食材を乗せてバランスを取りながら踊るエジプト特有の舞踊である。この踊りでの小道具である食材はエジプトの結婚式や雑貨の行事で歴史的に使われている。 伝統的に婚礼の行列は夜に行われ、神父の親の家から近所の通りを練り歩き、神道の家にある神父の新居へと向かう。この花嫁の公式移動は、踊り手、演奏家、歌手たちが先導し、結婚式の参立者、友人や家族が続いていく。ラクスシャルキーラクスシャルキーを踊るラクスシャルキーは、競技では古典的なエジプト風のベリーダンスを指し、 二十世紀前半に広く海外に知られ、洗練された。イスラム構えのアラブからの踊りであり、何世紀にもわたって変化しながら、口頭で伝えられてきた。一部の人々は、法上や女神を崇拝する踊りとして起きたと信じており、北アフリカでは今も子作りを促すものとみなされている。バラディーバラディーを踊るバラディーという言葉は国のとの意味であり、二十世紀初期以来有名と、 なっているエジプトの民族舞踊の様式を指す。バラディはベリーダンスの民族、社交的な形式の一つであり、ラクスシャルキーより動きが少なく腕もほとんど使わずに腰の動作に重点が置かれている。バラディは踊り手が現れる時にリラックスした様子で地面に強くつながっているような重い感じがある。踊りはバラディの曲あるいは民族音楽で踊られる。 アルメアルメ、アラビア語、IPA、LM 農民の発音はアルマあるいはアルマは、アラビア語、シルに由来する言葉で、エジプトの歴史上の家庭教師や、女性の芸能人、古典子を暗唱し、基地に富む会話ができるような教育を受けた女性たちの階級の名前である。ウルナイルウルナイルの踊り手、ウルナイルは、アルジェリアの部族のウルナイルの独自の音楽や踊りの、様式に由来する踊りで、 ブーサーダという近隣の街の名でも呼ばれる。ベリーダンスに関しては、ウルナイル由来の踊りの様式を指し、小さな素早い足の動きと激しい胴と腰の動きを伴う。ガワジーエジプトのガワジーの踊り手たちは旅をする女性たちであった。ガワジーは道端などの公の場で隠すこともなく踊り、群衆を楽しませさえした。その踊りには優雅さはほとんどなく。 腰の非常に速い左右への振動が特徴的である。これらの舞踊は市民の祝願行事の際や出生や死去、婚礼、社会的な英達などの出来事の際、時には宗教上の祭りにて踊られる。ダブケ伝統的なダブケを踊るパレスチナの少女たち、ダブケはレバント一体のアラブ人たちに共有されている民族舞踊及び踊りの場で、 その社交システムの一端を担っている。レバノン、ヨルダン、イラク、シリア、パレスチナ、トルコの派体圏、サウジアラビア北部などで踊られている。イスラエルにおいては、1948年の建国に、続く自国の民族舞踊の確立の動きの際と、1960年代から1970年代の初頭の伝統文化の開発期の二度にわたり注目され、ダブケは、 取り入れられていくこととなった。パレスチナにおいても、パレスチナの文化遺産として、アラブのダブケを国民的なものとしていった。ダヒーヤ・ダヒーヤは、パレスチナ、ヨルダン、サウジアラビア北部、ペルシャ湾岸のアラブの国々の一部、シリア砂漠、イラクなどで踊られているベドウィンの踊りである。かつては、戦争に赴く部族の者たちの士気を高めるためや、 戦闘後にその戦いや争う様を示すために踊られていたが、今日では婚礼や祝祭日、パーティの場などで踊られている。人気のある踊りには、人々のあらゆる形の芸術的表現を伴っている。ハリージ・ハリージを踊るアラブの少女たちハリージは、アラビア半島ペルシャンガ岸ン諸国で踊られている、踊りである。ハリージという言葉は、湾岸を意味する。イラン、イラク。 クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、サウジアラビアといった各地域でそれぞれのスタイルがある。踊り手は長い頭部を身につけて前に掲げる。踊りにおいてステップを踏んでいるが、それよりも頭を左右に振りながら髪を投げるように揺らすのが特徴的である。結婚式やその他の社会的行事で地元の女性が踊っており、 幸福と祝賀のイベントで行われる楽しく、活気に満ちた、表現力豊かな身振りがある繊細な踊りである。女性たちは連携して踊る。最初は一人で立ち上がって踊り始め、他の人たちがその女性の踊りに加わっていく形式がよく見られる。手の動き、頭や頭部が踊りの主体で、頭部とは別に、髪は、針意ジにおいて中心的な要素であり、女性たちは長い髪を、 踊るように左右、前後、そして回し、別の形へと動かす。最近では、ベリーダンスの踊り手の間でも、非常に一般的になってきている。ハリージは、二つの重いビートとポーズを持つ、催眠的なに4拍子の曲で踊られるのが最も一般的で、このリズムは、イエメン由来で、サウディ、カハリジ、または、アダニーのリズムと呼ばれる。ただし、この踊りは、 湾岸諸国の多くの国々を代表するものであり、その曲のリズムは数多く存在する。アルダ・ナジド族のアルダの装いの、サルマーン・ビン・アブデル・アジーズとドナルド・トランプ・アルダは、アラビア半島の民族舞踊の一つである。二列に並んだ男性たちが向かい合って、ドラムを伴い、死を口にしながら、互いに、剣や杖を振るように踊る。アラブの主張国では、その地の踊りは、ヤラと呼ばれている。 アルダという言葉は、アラビア語の動詞アード、見せる、更新するから派生したこと考えられている。かつて、部族の戦闘力を公に示し、戦いの前に士気を高めるために、踊りが踊られていたため、そのように名付けられた。アルダの振り付けには地域ごとに異なるが、その目的は、アラビア半島全体でほぼ同じである。ハガーラハガーラを踊るハガーラは、お祝いの民族舞踊であり、 エジプトの西部のマルサマトルーフに定住するベドウィンによって行われ、その地域の婚礼の季節の間に踊られることが多い。婚礼の踊りあるいは成長した少女の踊りとしても踊られる。ハガーラは隣接するリビアでも知られており、他の中東エリアでカフという踊りと関連がある。シェイクハットシェイクハットという言葉は古典アラビア語のシークの女性型シイカに由来し、知識や経験。 知性を備えた人を指す。アラビア語モロッコ方言では、シーカの意味は他人に教えられるほどの成功の知識を持った女性に限定され、その踊りは本来、結婚前の花嫁に見せて、婚礼後のベッドでどのように振る舞うかを示唆するものであった。ギードラギードラはモロッコ南西部の砂漠地帯の踊りで特殊な精神状態を誘発するように踊る。ソロの演者は、 手の動きで踊り始め、その後には頭部と胴体を振り、トランス状態に達するまで踊る。ギードラの踊り手は独身か離婚した女性で、時折、長州の男性が踊り手たちに結婚の話を聞くこともある。ヨーラヨーラはアラブ首長国連邦の伝統舞踊である。踊りの中にはダミーのライフルを振り回したり投げたりする動作がある。 エジプトのマウオルドの踊りこれらの神聖な踊りはアラブ世界で支配的な宗教であるイスラム教に関係している。特に預言者によって開かれたイスラム伝統の中心である崇拝に関連している。タンヌーラはスーフィズムに由来するエジプトの民族舞踊であり、現在では多くの機会において祝いの重要な儀式となっている。その踊りは円形の動きによって 集団で踊られるリズミカルな踊りであり、円形の動きは神秘的なイスラムの哲学に由来する。宇宙における動きは、ある点から始まり、同じ点で終わるとの考えから、その概念を舞踊に反映している。踊り手たちの動きはあたかも宇宙に浸るかさを描いているかのようになる。タノーラ、またはタンノーラという言葉は、踊り手たちが着用する色彩に富んだなスカートを指し、 それぞれの色はその踊り手のタリーかを示している。ザラザラ悪霊を追い払うために行われる踊りであり、スーダン発祥だが、エジプトの女性たちにも人気がある。ありがとうございます。